参りましょう、こんにちは、こんばんは、三浦ですということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。ですね、帝京優勝おめでとうございますということで本当に強かった。で、今日の企画はこんな感じです。第59回大学ラグビー選手権、来年は60回ですね。歴代最強と言われる今季の帝京打倒ベスト15を選んでみたということでございます。その優勝決まった時の生配信ライブ見ていただいた方ならお分かりだと思うんですけれども、まあ、去年もですね、大学選手権終わった時にベスト15やってたんですけれども、ちょっとですね、普通にやってても多分ほぼ帝京ということになるので、その経緯もちょっと触れながらですね、お話ししたいなと思います。打倒ベスト15。このメンバー、すげえ今悩んで決めたんですけど、それでもなんか勝てる気が、いや、そんなこと言っちゃいけないな。ということで、まあ、本当強かった帝京を倒す15人を選んでみました。じゃあ、お付き合いのほどよろしくお願いします。本当強かったですね。小村選手、よかったですね。スクラムも強かった。奥井選手もすごかった。もう何もかもがすごかった。恐ろしいくらい強かった帝京と。いろんなところで、そうですね、歴代最強という声が上がってますよね。もう松田力也選手とかいたりしたとき、流選手がいたときとか、もう本当強かったんですけれども、もうそれ超えてるだろうと。いうぐらい今年の帝京は恐ろしいぐらい強かったと。だから例年通りにですね、ベスト15選んでも、まあ、いいんじゃないこのままでと。いや、もう本当に、ね、まあ、フルバック山口選手を谷中選手に変えようかなぐらいかな、みたいな。ぐらいですよね。なんで、もう生配信の時に、もうこのメンバーで良くないですかみたいなことを お話しさせていただきましたということです。で、その時に、いろんな方と視聴者様と、いろいろなんか黙らしがてら、まあ、だったらこうしませんかと。帝京メンバー以外でと。打倒帝京イメージしながらということで選んでいこうじゃないかということですね。なので選考の条件としては繰り返しになるところあるんですが、帝京メンバー以外の大学選手権出場校での選考、この大学選手権出場校っていうところですね。なので、まあ一応ですけど、日大や関西学院など、まあ日大とかからも選びてえななんて思ったんですけれども、ちょっとそこは入れませんということと、あとはですね、ちょっと昨日、YouTube メンバーにもう一回確認しましたっていうのは、留学生は規定通り3枠みたいですね、留学生。で、これはですね、実際に選考しながら思ったんですが、この提供に勝つには留学生枠を全部使い切らないと無理という結論に至りました。提供がね、一時期留学生結構中心だったところ、もうそれを脱留学生になりつつあるようなところだったりするんですが、もう、すいません。もう追いかけでですね、今度はこっちがしっかりワンチームになりながらですね、やるというところで、でね、逆に留学生3枠って聞くと少ないんですよね。もっと入れたくなっちゃったんですけれども、まあ、でもね、そこは日本代表のことも考えるとですね、規定通り3枠ということで、よろしくお願いしますと、ああいうところです。あと、15人じゃなくて23人選びました。っていうのは、なんとなく15人選んだ時に、なんか、あんま勝てる気がしなくて、で、もう最初から、もう、帝京もリザーブ陣恐ろしくらい強いんですけど、なんとなくもう最初から総力戦、23人総力戦の方が、若干有利のような気がしたんで、選べる人数が多いということもあるので、何をそんな悩んでんだっていうことなんで、そんなね、だけど、まあこういうことを考えて、ね、少しでも皆さんの大学ラグビーロスを埋めればなと思ったんで、三浦、すいません。結構時間かかりましたが、選びましたと。ああいうことでございます。で、これで勝てるかということなんですが、もう最強帝京です。参りましょうということです。じゃあまあ早速入りたいと思います。1番から順番に発表していきます。あ、すいません。そういう意味では、ロックとか、いや、センター、ウィングのところはちょっと、センター先、ウィング先みたいな感じなんで、背番号通りじゃないんですけど、まあ一応そこは細かいところは、お許しください。まず、プロップ1番はですね、もうとにかくスクラム重視と。もう提供のスクラム、
上杉君のトイメンにはですね、まずスクラムでもう圧倒的に強い選手はないと無理だということなので、この選手を持ってきました。ジャンプと同志社から山本敦樹選手。まあ、スクラムのやっぱ定評があるので、上昇学園出身ですね。で、同志社がその関西リーグ最初の方ちょっとずっこけてたのは、結構彼が怪我しちゃったことがでかいんですよね。だからそういう意味では彼が戻ってきてですね、フォワードに結構もう一回原点に戻ろうということで、フォワード結構力を入れて天理に勝ったりしてるんで、ここはですねちょっと対帝京、まあ実際に戦って押されてるんですけれども、まあ8人でもう一回組み出すということで、山本敦樹選手、もう上杉君を押してくれと、ああいうことで、ちょっと一番は山本敦樹選手にさせていただきました。続きましてプロップはですね、若干ちょっとセットプレーに若干不安残るんですけれども、それを鑑みてもですね、彼の激しいプレーなくして帝京にフィジカルで勝てんと期待も込めて打倒エラ選手、もう同世代で生まれた運命ということで、もうこれからずっと戦い続けるでしょう。ノットストレートなしでお願いしますということで、復活はそうですね、もう佐藤健一選手、早稲田から支援させていただきました。もう来年も超中心人物ですし、帝京に負けて帝京が喜んでる姿をずっと見てる、あの姿は印象的でした。もうその写真持ってこようと思ったんですけれども、なかなかちょっといいのなかったんで、佐藤選手と、ちょっとね佐藤健一選手は外せないですね、っていうところで復活、じゃあ3番と、いうところで、ちょっと前さんね、スクラムかなり重要なんで、右プロップはやっぱり伝統のこの学校に任せましょうということで、もう3番といえばこの学校でしょうということなんで、数々のスーパー右プロップを輩出してきた学校、まあ大学選手権の初戦出てないんですけど、慶応戦は出てないんですけど、やっぱりそれ以降っていうのと、あとあれですね、関西リーグではもうずっと出てて、関西リーグでの圧巻の強さはやっぱ魅力なんで、右プロップは彼に託したいと思います。渡辺選手ですね。京産大興南高校出身というところですね。もう彼だから、もうそういう意味では山本選手、佐藤健二選手、渡辺選手、なかなかいい前さんなんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いしますということで、まあね、明治の、大学あたりがもう少しコンディションが良ければっていうところもあったんですけれども、ちょっとここはですね渡辺選手ということでございます。で、ロック2人、まあ、ちょっとここはね留学生枠使わざるを得ねえなということで、問答無用系とスキルフルな選手とバランスよく選考させていただきました。まずは問答無用系はもうご存知この選手でしょうということで、ラウシ、朝襟ラウシ、共産からまた3、4と共産と、日本航空石川出身なんですね。でもちょっとね、彼のプレーパワーなくしてですね、ちょっと帝京のフィジカルに勝てねえということなので、ラオシ選手で、その代わりっていうか、まあもちろんパワーもあるんですけど、ラインアウトも上手ですし、オフロードパスとかいろんな意味でウィンロックなんだけど、スキルフル、バックスの経験もあるんだね。でもう一人ロックは、そう、我が母校慶応からマプスア選手を先行させていただきましたっていうところでね、いいロックなんじゃないかな。でもここで留学生枠を2つ使って、で、すいません、次のブラインドサイドフランカーでもう留学生枠使い切るというところでございます。で、ブラインドサイドフランカーは問答無用系を持ってきました。多分ですけど、ここは帝京相手でもとにかく彼の突破は通用すると私思っております。で、こっから勝機を見出したいですね。ラインアウトとかのサインプレーでスタンド横とかからにいきなり彼をぶつけたいなと思っております。ブライドサイドフランカーは、そうです、そう、もう今年のね躍進を生んだ東洋大のタニエラ・ベア選手、すいません名前書いてないです、申し訳ないです、タニエラ・ベア選手、東洋大ということで、まあ、ウエストハイゼン君が何かと話題でしたが、いや、実際見に行ってですね、彼のこのパワーとフィジカルは相当ぶっためて、ちょっとタタフを彷彿させたんで、
まあ、彼をですねうまくボールキャリーさせながら帝京のフォワードをちょっといじなんかね攻めたいなというところです。でそうです、アタックだけじゃないディフェンスからも流れを変えなきゃいけないということなんで、まあこれはもうオープンサイドフラッカーはもう彼のタックルはなくして帝京に勝てねえというところなので、そう三木康生選手をちょっとねいいっすね、タニエラ・ベアとあの三木選手のこの両フランカーっていうのはなかなかいいんじゃないかなって私思っておりますということですね。京都成章仕込みもう日本一のタックラーになるっていう宣言してますし、もうなってんじゃねえかっていう解説者のコメントもありましたがね、本当に楽しみにしておりますが、三木康生選手をちょっとこれチーム三浦ですね、チーム三浦のフラッカーは三木康生選手、もうタックルでもう帝京のですね、まあそうですね、奥井くんと青木くんをですね彼が止めるというところはもうちょっとワクワクしますねっていうことです。でナンバー8も結構悩んだんですけど、ただやっぱその帝京相手にですね、なんていうのかな、フィジカル勝負スピード勝負とかっていうなんかそういう単純なもんじゃなくて、やっぱ混乱とかを生まないとちょっと動揺とかなんかかき乱さないと帝京ディフェンスは突破できねえなっていう思ったんで、ナンバー8は悩んだんですけど彼にしましたということで、筑波からですね、谷山選手ということでいいんじゃないかな、うん、もちろんディフェンスも頑張ってもらいたいんですけど、特にアタックでかき乱してほしいですね。んでオフロードパスとかも谷山選手が自由にやってもらいたいな、で周りの選手がその谷山選手のオフロードパスについていくと、ああいうところなんじゃないでしょうかというところで、以上フォワード、このメンツで打倒帝京でいこうかなと思います。続きましてバックス、まずはスクラムハーフはですね悩んだんですが、やっぱりですね状況判断ゲームメイキングはもちろん奇襲作戦もやんなきゃいけないですね。そして申し訳ないんですけれども、もうディフェンスでも貢献してくれないと帝京には勝てないというこの総合力を踏まえてですね、悩んだ末、スクラムハーフはですね東洋大の神田選手ですね。もう彼もともとセンターなんですよね、だからやっぱりね統治区でね170cm77kg、ちょっとスクラムハーフとしてはまあまあ、でもちろんゲームメイキングが素晴らしいんですけれども、まあ、僕は早稲田戦彼が抜けてから一気にちょっと東洋のペース下がったなぐらい思ってるんで、もう本当に彼がですね、でしかもディフェンスとかでも貢献してくれるという願いも込めてスクラムハーフは神田選手、すいませんね東洋大の選手なぜか名前がない、申し訳ないです、神田選手ということです。でスタンドオフはもちろん優秀な選手たくさんいるんですけど、今回ばかしはエリアマネジメントキック大優先と、もうすいませんポゼッションももちろん大事なんですけど、この最強帝京に対してはですねできるだけ敵陣でやりたいというところなので、スタンドオフは学生でもトップクラスのエリアマネジメント能力を持つ彼にさせていただきました。スタンドオフはそうですね慶応の中楠選手ですね。いやもちろんね武藤由良義選手で乱そうかなとかも考えたんですけれども、ちょっとですね帝京に対しては、中楠選手のちょっと一回り今年大きくなったパワーとあとやっぱキックですね、ゲームメイキングはで神田選手とこの中楠選手のコンビがなんかすげえいいんじゃねえかななんて勝手に思ってですね、スタンドオフ選ばさせていただきました。でセンターインサイドセンターはもう結構すぐ決まりましたね、彼です第2のスタンドオフも兼ねてあとキックですね、やっぱり帝京戦キック大事になってくるん でリーダーシップにも当然期待しておりますということで、インサイドセンターは、そうもうね広瀬選手と明治広瀬選手東福岡、いいね、神田選手中口選手広瀬選手いいぞなんか見えてきたぞというところです。でアウトサイドセンターはもうアタックディフェンスでバチバチ行こうかなと思っております。もう二村選手とバチバチやってもらいたいなと
ああいうところでもうバチバチがもうキーワードになってますが、そうです、アウトサイドセンターは、筑波の松島選手ですね。もう大好き大分舞鶴高校。まあ、今年本当あの天理戦でのトライとかちょっともう尋常じゃなかったですね。まあちょっと最後のね怪我だったんですけれども、松島選手がね抜けたのはちょっと痛かったななんて思いますが、いやいいでしょう、おいいっすね、うん、っていうことで松島選手にさせていただきました。でウイングね、現代ラグビーはですね、もうやっぱキック、ハイパントキャッチとかなんかいろいろあるんですけど、やんなきゃいけないことなんですがですね、この打倒提供に対してはですね、もうトライ少ない、もうチャンス少ないと思うんで、もう一瞬のチャンスでもうトライを、もう決定力重視ということで、もう学生ナンバーワンの決定力2人を持ってきたと。ああいう風な単純な思考になりました。いろいろなんか最初ねハイパントキャッチがどうのこうのとか思ってたんですけども、ウイングはもう決定力ということなので、一人目が石田吉平選手、明治、当然もうやってもらいましょう、もうトライ取ってもらいたいな。でもう一人もうお若いでしょう、もう明治の石田吉平といえば早稲田の牧エイトということで、ウイングこんな感じ、いいっすね。あもうトライ、もうね、帝京戦のインターセプトじゃないんですけど、本当にチャンスは少ないのでそこで取り切るというところでございます。で最後フルバックはですね、総合力で彼、まあいろいろフルバックもいい選手多いんで悩んだんですけれども、あとねディフェンスがいいんですよね彼ね。で当然決定力にもあるし、まあちょっと、まあ、個人的には学生ナンバーワンのフルバックかななんて思っておりますね。ということで、フルバックはですね、東海大からですね、谷口選手。もう、彼が一番後ろにいると、アタックもできるし、ディフェンスもできるというところのメンバーで行こうと思います。以上ですね。あ、ちょっと今回まとめてないんですけど、繰り返しになると、1番山本敦樹選手、2番佐藤健二、3番が、渡辺選手、4番ラウシ、5番マプスア、6番タニエラペア、7番ミキ選手、8番谷山選手で、スタンドオフは神田選手のスクラムハーフですね、スタンドオフ中口選手、ウイングは石田吉平選手と牧選手、センターは広瀬選手と、松島選手で、フルバックがこの谷口選手ということになります。でやっぱね、これだけだとあれなんで、もう総力戦なんでね、全部変えます。当然、舞さんは交代10分から15分で全交代と。で、提供もですね、まあ、ほんと若干なんですけど、若干やっぱり、そりゃそうですよね、スタメンとリザーブ、南アフリカ方式みたいに後半の方が強いってことはなく、やっぱ前半がマックスだと思うんで、そういう意味では、スクラムよりも若干、機動力を優先ということで、3人選ばさせていただきました。16、17、18。だから、復活のリザーブはですね、ちょっと、すいません、慶応を知り申し訳ないですけど、やっぱ中山選手はね、結構後半とかに入るタイプだと思うんだよな、インパクトプレイヤーで。やっぱ、フィールドプレイがすごいですからね。だから、佐藤健二選手から中山選手という、トインラインということと、左プロップはもう、筑波の木原選手でしょうと。ということで、で右プロップはこれまた協賛で申し訳ないですけど川口選手、もう圧巻でした強さ。あだこの3人が後半出てくると、うん、いいぞいいぞ、あいいぞいいぞということで、で19、20のですね、リザーブはですね、もうとにかくインパクトプレイヤーですね、暴れまくってほしい。でここでね、ナサミラ選手とかもう入れてもいいなと思ったんですけど、ちょっとね留学生枠使い切っちゃってるんでね、なんですがこの2人は相当やってくれるんじゃないかなと思ってるんで、臨機応変に使えてる選手と交代と。でこの2人ともですね、ロックもバックローも結構できると思うんで、いい感じで使えてる選手と変えられるんじゃないかなと。タニエラ・ベア選手とかはもう前半から飛ばしまくってもらってですね、もう前半もう疲れ果てて彼らと変わるというイメージを持ってます。19、20はですね、明治の竹内選手と、東海大伊島選手ということで、この2人がねベンチにいるっていうのは相当豪華なんでね、もう最高だと思います。楽しみです。
で、私21、これがキラーカードですね。本当は彼をスタメンで使ってもいいんですけど、あえて彼をリザーブにすることでこのチーム三浦が帝京に勝てる可能性が上がるということで、後半の疲れてる時に彼が入ってくるのは相当嫌だと思います。絶対にトライ取るというところなので、ちゃんとそう宮尾選手をね後半に使えるっていうこの豪華なね起用法を私考えてみましたお前仕事しろよって感じなんですけど、すげえ楽しく考えちゃいました。ということで宮尾選手21番と、で22番もね、これいいですね。これまたインパクトプレイヤーで、そうですね、なんとなく松島選手に前半からこれまた飛ばしまくってもらってですね、彼と交代とああいうところで、で彼をセンターでやっぱ見たいっすね。後半に入ってきたら敵嫌なんじゃねえかなということで、22番がそう斉藤隆也選手、明治、いいんじゃないでしょうか。この写真好きなんだよな。で23最後、彼がね、この選手がベンチにいる安心感、もう誰が怪我してもすぐに補填できるし、後半入ってきたら帝京相当嫌だと思いますね。後半に彼が入ってくるのは相当嫌だと思います。ということで伊藤大輔選手ということになりました。以上でございます。さて普通こんなに集めたら余裕でしょと言いたいところだが、それでも少し自信ないと。そうですね、できれば1ヶ月ぐらい時間をいただいてですね、このメンバーでちゃんとサインプレーも含めてしっかりとスクラム の, 調整も含めて時間をかければいけるかもしれないですね。いやいけるでしょうという形でやらさせていただきました。すいません、大学ラグビーロスの方多いと思いますが、少しでも楽しんでもらえたら幸いです。ということで、繰り返しになりますが、本当にすごかった。帝京優勝おめでとうございます。ということで、ちょっと企画的に、やらさせていただきました。お付き合いいただきありがとうございます。それでは。